こんにちは、こんばんは。はじめましての方は、はじめまして。お久しぶりの方は、お久しぶりです。ホビドワです。今回はこちら、トゥーパーセクフロムアースをプレイしていきたいと思います。この右側にいる主人公、ロボットさんを使用して操作して攻略していくメトロイドバニア系横スクロールアクション作品となっています。ってことでね、まず、この画面を見て最初に気づくのが、なんで続けると続きからがあるんだ、みたいなね、あると思います。あると思います。ここから日本語翻訳でもとい、日本語設定が可能なのですが、多分、ここ見た感じだと、あれかな？日本語翻訳がちょっとおかしいのかな？とは思ったりはしましたが、まあいいでしょう。とりあえずプレイしていきたいと思います。今作、主人公がどうやら未開の惑星に不時着してしまったというところからスタートするようです。この惑星から脱出することが目的となるようですね。0の50って何だろう？地球からはるか離れた場所。ロボット Z3L1 が任務を果たそうとしていた。だが何かが邪魔をしようとしている。今のところ日本語しっかりしてるな。おっと。ブラックホールに吸い込まれてしまった。一体ここはどこだ そんな急にブラックホール出現したの？幸いのことに僕はまだ生きている。地球まであと2パーセック。もう少しでミッション完了できたのに。まるで5歳児が書いたようなストーリーだけど、もっと悪くなっていたかもしれない。任務完了に必要なボックスが、畜生。なるほど、あのボックスを回収するという感じになるのだろうか。僕は無事だけど、ティミディアムという惑星で迷子になっちゃった。僕の回路基板はショックを受けたようだ。左足に損傷を負ってジャンプすることができない。ジャンプができないんだ。ジャンプしようするのやめて。右足が痛いって言ったでしょ。負傷したの左足だって。とにかくジャンプできないの。そうだね。振り向くとこあるの。僕を動かすのは簡単だよね。何か困ったらポーズメニューを開こう。ポーズの仕方はわかるよね。ポーズメニューでジャンプボタンを押してもジャンプしないからね。かな？本当は。まあ、スタートボタンでこんな感じ。メインメニューこんな感じなんだ。マップ。マップ？マップ使用できないな。使用可能。ダッシュ。シフトキー2回。ジャンプ。スペースキー使用。ダブルジャンプ。ポーズ。ズーム。移動。カメラの下にアンロックされた場合。今はできないってことね。マップも出ないね。こちらへ。はしごを登ったり降りたりすることができるよ。足が痛くてジャンプはできないけど、はしごは使えるはず。痛いんだ。このクリーチャーに近づかない方がいいだろう。飛んでいるあいつかな？あいつのことを言っているのかな？この船は帰還するのに使えそうだ。もうゲームをクリアということ。でもプラチナトロフィーはどこにあるのかな？ 大丈夫？あれかい？PS 用に作った感じ？大丈夫？ Xbox にも出るんじゃない？このゲーム。あと、Steam ではすでにトロフィーじゃないよ。船のエンジンにはバッテリーが3個必要だよ。僕は船の専門家なのさ。近くにバッテリーが1個あるような気がする。残りのバッテリーもそんなに遠くはないだろう。帰還する前に任務完了に必要なボックスを集めないと。あれか。ヒーリングスプレー。これで足を修理してジャンプできるようになる。いとこの T100 みたいに体を修復できたら楽だったのに。ジャンプできるようになった。おお、これがボックス。左上に出てるのは HP じゃないんだ。ジャンプボタンを押してジャンプするよ。左にあるボックスをもう集めたよね。取ったよ。バッテリー3個少なくても30個のボックスが必要だ。なるほど。全部集める必要ないけど、30個ないと攻略クリアできないってことか。あれ、割と短い、このゲーム。すごく違和感があるんだけど、ジャンプするじゃないですか。これ自体いいんですよ。この横でジャンプすると分かる？こう、乗るんですよ。私、ジャンプボタン押しっぱなしなんだけど、地面の横側に、左端に触れた時点で、地面に勝手についちゃう。こんな感じ？こんな感じでジャンプしてるじゃないですか。こう、ちょっと遠くからやると大丈夫なんだけど、近くでジャンプすると、パンって乗っちゃう。すぐ乗っちゃう。
いいんだけど ちょっと気になるね。あ、これだね。ちょっと操作感的に、うん、マップが見れないんだよね。登録されてないんじゃない？こちらにボックスがあるよね。体を曲げてまで通りたくない。後で戻ってこよう。体を曲げてまで通りたくない。曲げれば通れるんだ本当は。マップはどこかで見つけないといけないとは思うんだけど、低周にスティックを下に傾けて見下ろすことができるよ。ジャンプするためにリスクを抱える必要はないんだ。そうか、こういうことか。下向いてるっていうか、画面の位置自体が丸々変わった。あ、これ戻れなくなるから2段ジャンプが入手できるかな、もしかしたら。最初の相手を入手するまで死亡しないの実績がなぜか解除された。一度も知らないでここまで来た。すごい。この先もっと難しくなるからご心配なく。これアビリティ？ダブルジャンプまたはダッシュ。あ、どっちかだけ？ダブルジャンプで。アビリティダブルジャンプを代わりに選択する。Renounce to dash。そうだね、ダッシュはしない。あれ、どっちかしか入手できないってことか。そういえば、書いてあったには書いてあったんですよ、やっぱり。ジャンボタンに関してダブルジャンプできるよ。よくある操作だから説明なんて必要ないよね。あれ、このダブルジャンプとかの能力って、ストアページの説明ちょっと読んでたんですよ。選択式になってるっていうのはあったけど、こういうことか。通りたいけどやり方がわからない。下ボタンを押してジャンプじゃダメだった。通れない。安全に通れるようになったら戻ってこよう。左側から行けるけどね。ダッシュで壊せたり？あったね。ああ、壁すり抜けてくるのか、お前。ああ、いけない。ああ、そうか。うん、なるほど。30個以上集めろって言われてたけど、厳密には全て集められないや。だって能力が手に入らないんだもん。素敵な石だ。何の石だろう。後でわかるかもしれない。最初の死亡経験するファーストです。ダイ&リトライ。おっと、これ調整っていうか敵の速度を上げただけなんだ。いや、いいんだけどさ、もうちょっと調整のしようがあるなとは思った。ここまではいいだろう。うん、ちょこっとジャンプですり抜ける。おっと、下確認すればよかったな。なんとなく分かっている感じがあったから確認しなかったけど、確認した方がよかったね。あれはいけるかな。いけそうだけど、もうさ、細かい操作がちょっとしにくいのだよね。こうか。うん、いけるにはいける。蜂、うん、蜂みたいな生命体に当たらなければ。失礼。壁に当たっちゃトーンって落ちちゃうね。難しい。ちょっと待って。あいつをまず呼び、こちらに呼ばないといけないんだね。こうで、呼んで。で、ここで失敗しなければいいんだけど。よし、いけた。あ、結局いけない。そっか。じゃあ、こちら。お、ボックスがある。普通に取れないな、あれ。岩で塞がって取れない。マップがないんだけど。ちょっと待って。M でしよう。あ、違う。てっきり、コントローラーの割り振りがおかしくなってて見れないのかなって思ったんだけど、そんなことはない。普通に見れない、マップ。これ、場所全部似てるから、マップ、序盤からアンロックされててもいいような気がするんだけどな。すごく似ているので。マップが似たり寄ったりでちょっと場所覚えにくいね。今ただ上下左右にマップつなげたような感じで、僕の電子回路の調子がまだ良くなった。マップボタンを押してマップを開こう。これまで道のりも表示されるよかった。すでに到達したエリア表示されるけど、ボックスを集めるか集めれないかについては表示されない。何かボックスがあるかどうかっていう意味だよね。なるほど。これ、入り組んでるように見えるけど、実際にはそんな感じでもないんだよな。死亡回数表示されてるね。あー、なるほど。ど
こに能力があるか出てるや、最初能力取りに行った方がいいっていうことだよね。この場合だと右奥の方に行って能力を取得した方がいいということか。それ今作複数のエンディングがあるというふうに書かれていたのだけど、入手した能力によって変わるかなというふうなことが書かれていたのだけど、それについてはどうなんだろう。そもそも能力がどんな違いを及ぼすんだろうなって思って、エンディングに直接、エンディングだって能力と関係ないような気がするんだよね。ズームボタンを押してズームインすることができるよ。あまり便利ではないけど、グラフィック担当者がいい仕事をしたから試してみて。これね、エリアザセカンド、こちらに行って下行って右かな。能力がある方角に今向かっているのだけど、念のためやっぱり能力があった方がいいかなとは思って、直では行けなさそうだ。あー、ここからだと無理だな。登るか。あー、これ移動する場所おかしいや。わかるかな、今マップで言うと右の矢印があるところに出るの分かります？エリアザセカンドで、ここからこちらに降りるとエリアゴーストバスターというところに出るんだけど、ここに出るんですよ。わかります？すごい次のマップの中央ら辺に出ているので、マップが全く信用できなくなったね。急にマップが全く信用できなくなった。多分ここら辺の移動してるときは変わらないとは思うんだけど、あ、やべやべやべ、ジャンプしすぎた。ここまではいいだろう。あ、向こう行けないや。スライディングのような能力が手に入るのは分かったのだけれど、さてどの時点で手に入れられるだろうか。あれは頑張れば取れそうな気はするんだけどな。多分だけどね。まあ、今の目的はあれではなく、向こう側にある、なんとかこっち側にある能力を手に入れることなんだけど、ここから合ってるかな。あ、あった。あ、ここなんだ。能力置かれた。あ、全然マップで表示されてる位置と俺がいる位置違う。うん、全然違うね。なるほど。フロアスルーかウォースルー。フロアスルー、あー、はい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 、どうしようかな。ウォースルー、ある程度ウォースルーを代わりに選択する。これですよね。この壁をすり抜けてみよう。これですね。そういう能力なのか。うん、了解。そういえば入手した能力、結局そのままピカピカ光ってるね。左側にいる能力を取りに行ってみようか。スライディングの選択肢がなかったから、スライディングをもうちょっと積んでからね。こんなに時間をかけて集めたボックスはたったの10個？アビリティエリアは難しすぎる？ 10 個集まってないね。あれ、適当なことを言ってる感じだね。完全に集めずに探しているアビリティがある場所に行こうとしているからね。今回のババヤーと危ない感じだからね。おっと。これエネルギーみたいなものなんで、バッテリー見つけた。残り2つ。ここは一体どこだろう。バッテリー入手したらここにテレポートした。ジャンプしかできないし、他のアビリティは使えない。とにかく出口を探そう。危険な匂いがするから気をつけよう。どこだかわからない。なるほど。強制スクロールみたいな感じね。止まったらアウト。うー、危なかった。もう安全だね。あの奇妙なクリーチャーにはもう遭遇したくない。追われるシーンは予定していなかったけど、ないよりマシだよね。制作陣、後から入れようぜってなったのかな。わからんけど。俺、アイテム取り逃したら後が大変だな。だって場所が表示されないから全然わからなくなってしまう。あれは取れるね。それだけ取っておくか。おっと、兄弟。危ない危ない。
なんだろう、スライディングですり抜けができたりとかしたのかな。左だ、下でね。ここは取れるね。あのワームホールみたいなところ、入るとどうなるんだろう。隠しエリアとかみたいなところに通じてるんだろうか。ふっと。ダウンヒル。ここからさらに左の方へ行って、新しい能力を入手してみよう。こっちは無理。あ、例のブーツが。これでまたワープさせられる。だよね。またここに来ちゃった。前回無事に出ることができたから、今回も大丈夫だろう。ひどい目に遭いそう。前に進むしかなくなるとか、そんな感じか。え？追いつかれてしまったってことかな、さっきの。位置的に大丈夫そうな感じはしたのだけど、おっと危ない。よし、今回は出口までなかった。次はもっと長いってことだよね。もしかしなくてもそうだとしか思えない。ジャンプのタイミングが一応左下だから、こっちでもいい。あー、ダメか。下だね。ここの左端に例のブーツがあるようだ。ああ、あったね。スライディングか。ミニマムとテレポート。ミニマムで積んで小さい通路通ってみよう。サイズなんて関係ないよね。え？今おかしなところに入ったよね。なるほど、こんな感じで小さくなるんだ。スライディングするわけじゃないんだ。もう一つはこれを通るやつだよね。なるほど、了解した。さてと、こんなところで申し訳ないけど、今作の実況は終了したいかと思います。大体どんな感じの作品かは分かったのですが、操作性がはっきり言って微妙だね。アクション面でも移動してるだけなので、正直それほど面白くはないですね。パズル要素があるわけでもなく、ステージの構成もほぼ似ているが、背景とかは違いますが、同じことの繰り返しっていう面が強すぎるので、本当にタイムアタックとか目的以外ではそれほど面白くないのではないかな。今作をプレイすることに関しては極端につまらないというわけでもないけど、メトロイドバニアである意味もないし、メトロイドバニアっていうか、メトロイドバニア要素があるって言った方がいいかな。能力が選択式とかは、なんだか面白い感じはするけど、面白いっていうよりも、通れないところが結局これ以上能力入手できないので、通れないところが結局残ってしまってめんどくさいっていう印象が強い。例えばここ通れた方が早く移動できるだろうけど、ゲームクリアするまでそれは不可能なので、そこら辺ちょっと気になりますね。で、アクション面ではこういうところ、先ほども言ったように、こう、登りが勝手に発生してしまう点とかも気になるし、動き的に。ちょっとバグってんのかな、これぐらい、みたいな動きになってしまう。どうしても。こんな感じ。わかるかな。二段ジャンプだともっと本当は高く飛ぶんだけど、ここに触れると勝手に落ちちゃう。別に私がジャンプボタンを離しているわけではないですね。で、マップも最初からあればよかったし、マップのこの自分の表示されている位置も、その大きなエリアの中にいるっていうだけで、実際にいる場所ではない。で、これ、最後の方、今のところ、ほら、見つけてるじゃないですか、あの雷マーク、エネルギーね。もう一つのエネルギーも序盤でチラッと画面内に入ってたからいいけど、これ、見つかってなかったらって思うと、後で探すのすごく面倒だよね。場所だって表示されないんだもの。もしかしたら、ある程度、プレイしていると表示されるようになってくるのかもしれないけれど、あまり、その、プレイするモチベーションが上がるようなものがないかな。例えば、戦闘がないこと自体は問題じゃないんですよ。戦闘がないこと自体は問題ではなくて、このタイプの作品だともっとアクションがしっかりしている作品が多くて、それでリトライが楽しいっていうか、ステージにメリハリをつけていたりとか、違いとか、ギミックの違いとかも入れて、ステージにメリハリをつけていたりとか、
敵を避けるの自体、避けるの自体、操作してて面白いっていう点があるんだけど、本作はなんだろう、そのアクションをとりあえずつけたみたいな感じが非常に強いので、あんまりおすすめはできないかな。極端につまらないわけではないけど、プレイしてると無を感じる。本当にこの作品と他の作品で比べると、なんでこれをプレイしてるんだっていう感じになってしまう感じですね。これは例えば、そうですね、パズル要素だとかアクション要素だとかの好き嫌いってプレイヤーあるじゃないですか。で、私とかは個人的にはアクションの方が好きなんだけど、好み的にはね。パズル要素があっても全然いいんだけど、で、それとかとはまた別で、そのパズル要素を解いた時の達成感ってあるじゃない、パズルゲームであれば、例えば、パズルゲームであれば、それとは好みの問題とはまた別で、本当にプレイしていてアクション面でも、そのパズル要素まずないし、アクション面でも別に達成感も何もないような感じで黙々とプレイしてしまうだけになってしまう。で、それであれば、やっぱりこのゲームをおすすめする理由は特にない。何かと、面白そうな要素としては、その、取得できる能力が選択できるっていうのが先ほども言ったようにあるのだけど、それを活かしきれていない。それが逆にフラストレーションになるような仕組みの作りになっているように感じられます。といったところでしょうか。こんな感じでね、今作気になった方はぜひチェックしてみてください。好評 Steam で発売中です。今作のね、プレイしている動画下記の概要欄の方に今作のストアページ貼っているので、ぜひチェックしてみてね。ということで、ここら辺でプレイ終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。たまにライブ配信などもしているので、ぜひ遊びに来てください。もしよければ高評価の方もよろしくお願いいたします。動画下記の概要欄の方に今作のストアページや私の Twitter へのリンクなど貼らせていただいているので、気軽にフォローください。ではまた次のゲームでお会いしましょう。ホビドワでした。ご視聴ありがとうございました。